雨漏りしている部分の上にベランダができれば雨水の侵入経路は塞がれます。その結果浸水が抑えられるため雨漏りはやむと思います。ただし雨漏り箇所に水が入らなくなるので止まるという仕組みですので、ベランダに屋根をつける必要があります。もともとベランダが欲しかったということであれば一石二鳥なので良いかと思います。でもベランダはいらないけど屋根の吹き替えよりは安いからということであれば、カバー工法という工法の方が費用を抑えられますのでおすすめです。カバー工法については別動画で解説していきますのでご参照ください。